皆さん、こんにちは。私は市民局文化スポーツ部文化振興課の山口と申します。これから広島市職員採用説明会、行政事務の仕事についてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。本日お話しする内容は、スライドの通り7つの項目について、それぞれ簡単にお話しさせていただきます。私は令和2年4月に広島市役所へ入庁し、中区役所にある厚生部生活課へ配属されました。生活課での業務を3年経験した後、令和5年4月に本庁の市民局文化スポーツ部文化振興課へ移動しましたので、現在4年目の職員です。次に志望理由についてです。私が広島市を選んだ理由は主に3つあります。1つ目は勤務地です。私はどちらかというと地元志向が強く、国の機関や県、他の自治体も選択肢としてはありましたが、住み慣れた広島市で仕事をしたい、貢献したいと思っていましたので、遠方への転勤の可能性が少ない広島市役所を選びました。2つ目は仕事内容です。私自身、一つのことをずっと続けていくことよりも、幅広くいろんなジャンルの仕事をしていきたいと思っていました。行政の仕事は幅が広く、数年ごとに異動があることから、いろんな仕事にチャレンジできると思ったからです。3つ目はワークライフバランスです。仕事とプライベートを両立させ、メリハリのある生活をしたいと思っていました。広島市では基本的に土日祝日は休日で、年次有給休暇に加えて夏季休暇があるため、しっかり休める制度、環境が整っていると感じました。他にも志望した理由はいくつかありますが、主にこの3つを軸にして考えた結果、広島市役所にしました。次に広島市での仕事についてお話ししたいと思います。まず、中区役所厚生部生活課の仕事についてです。私は令和2年から令和4年の3年間、生活課で生活保護のケースワーカーとして仕事をしていました。生活保護と言いますと、さまざまな理由で経済的に困窮している方々に対し生活を保障し、自立を促していく国の制度です。主な業務としては、面接や電話、定期的な家庭訪問を実施して、生活保護を受けているそれぞれの世帯が抱える課題を個別に把握して、自立を促していくという仕事です。生活保護をこれから受けたい、考えているっていう方に対しても、相談業務というのがありまして、それぞれの、生活の環境であったり、その世帯が抱える課題というものを聞き取って、生活保護を決定するか否かということを判断していくという仕事になります。ですので、もう業務のほとんどは、市民の方々と、お話をする、折衝する機会が多いという仕事になります。で、業務の中で生活保護以外にも、介護や年金制度といった、幅広い知識が必要になる場面がやはり多いので、生活保護以外の制度を学ぶこともできますということです。で、市民の方以外にも医療機関など外部の方と直接お話しする機会も多いので、さまざまな場面でのコミュニケーション能力というものを向上していくのではないかと思います。次に、市民局文化スポーツ部文化振興課での仕事についてお話しします。私は生活課を3年経験した後、
令和5年4月より本庁にある市民局文化スポーツ部文化振興課へ異動となりました。文化振興課は文化振興担当、文化のまちづくり担当、広島城活性化担当、文化財担当の4つのラインに分かれており、私はその中の文化振興担当の業務を行っています。文化振興担当の業務は主に広島市現代美術館や文化創造センター、区民文化センターなどの施設管理や郷土資料館、交通科学館などの博物館施設を管理しています。また文化団体の育成、連絡調整、文化行政の企画、立案、調整なども行っています。文化振興課では国内だけでなく海外へ出張する機会があり、海外の文化についても学ぶことができます。実際に今年度先輩職員の方がドイツのハノーバーへ出張に行っていました。文化振興担当での私の業務は、課の予算、決算業務、議会対応、施設管理、主に私は耶馬山気象館や交通科学館などを担当しています。施設管理に関しては、直接施設で仕事をすることはあまり多くありませんが、施設の管理を委託している指定管理者の担当者とやり取りをし、施設の問題解決や修繕などを進めていく業務です。施設管理では年間を通して突発的な問題が起こるので、その都度指定管理者と協議を行い、臨機応変に対応していかないといけないので、施設管理のノウハウが身につきます。また、予算決算、議会対応を通して、課内に限らず、広島市がこれからどんな事業をしていくのか、全体を把握することができるため、行政に求められる基本的な知識が身につきます。次に、入庁後に感じたことについて2点お話ししたいと思います。まず1つ目は、区役所と本庁の違いについてです。区役所の業務では、窓口、電話、家庭訪問など市民対応の機会がかなり多く、前の職場の生活課時代には一日の大半が市民の方の対応という日も多くありました。逆に本庁では市民対応が少なく、業者の方や他の部署の職員とやり取りする機会が増えましたので、区役所と本庁では全然違うなと感じています。また、区役所と本庁両方の業務を経験することは、バランス感覚を持った職員になるため必要なことだと感じています。2点目は、初めての異動を経験してみてについてです。令和5年4月に初めての異動を経験してみて、やっと仕事が身についたと思った頃に異動になってしまい、異動先では全く経験のない仕事をすることになったので、転職のような感じでした。移動して最初はとても大変でしたが、新しいことにチャレンジできる機会と経験を得られるとプラスに捉えて、日々頑張っています。また、部署が数多くあり、それぞれの業務内容や職場の雰囲気が全然違うので、環境の変化に早く慣れることが仕事を早く覚えていけるコツだと感じました。そのため、環境に慣れるだけではなく、周りとコミュニケーションをしっかりとって、自ら働きやすい環境にしていくことも大切だと感じています。次に、仕事のやりがいについてお話しします。まず、窓口業務では、
市民の方から直接感謝されることがあります。前の職場の生活課では、生活保護を受けられている方が自立し、生活保護から脱却できた際に、今までありがとうございましたと直接お礼を言ってくださったことがとてもやりがいに感じました。次に、幅広く多種多様な業務に挑戦できるについては、行政事務の仕事は数年ごとに異動があるため、全く今まで経験なかった仕事の経験を積むチャンスがあるということです。以前は生活課といって福祉関係の業務でしたが、今は文化振興課で予算や施設管理などの業務をしているため、常に新たな知識を得て成長できるよう日々精進しています。最後に、広島市の発展を直接感じながら仕事ができるについては、行政の仕事はニュースになるなど注目度が高い中、自分自身が携わっている業務によって広島市が活性化していく姿を見ることができる仕事であるということです。最後に、私の採用試験の体験談について思い出せる範囲でお伝えしようと思います。まず、筆記試験の教養試験についてなんですけれども、教養試験は科目がすごい多いので、出題数の多い科目を重点的に学習して、出題数が少ない不得意な科目については山を張って挑みました。で、暗記系の、科目については、できるだけ直前に詰め込むようにして、対応をしました。で、次に専門試験なんですけれども、これは、教養試験よりもより安定した点が取れるように、問題集を何周もして、まず基礎を固めていきました。なので、教養試験よりも専門試験の方がかけた時間は多いかなと思いますし、問題集についても同じものを、おそらく確か10周以上はしたと思います。で、試験当日は、確かになかなか緊張してうまいこといかないこともあるんですけれども、問題をパッと見て、ちょっと難しそうだなと思ったら時間をかけず、もう割り切ってできそうな問題から解いて、もう確実に点を取れるとこから取っていくという感じで進めていきました。次に、面接と、集団討論については、同じ広島市を受験する、知り合い、友達と集まって、練習をしたり、質問とか考えながら、問題出し合いながらっていう形で対応しました。で、知識をちょっと増やしたいなと思ったので、広島市以外の自治体、国が抱えている課題を調べて、ニュースとか、ホームページとかいろいろ調べて、知識を増やすっていうことで対応しました。で、面接なんですけれども、特に、凝った内容については用意はしてなくて、もう自分が伝えたいことをシンプルに整理して、もう軸がぶれないように、もう矛盾しないように回答ができるよう練習をまずしました。で、練習する際に気をつけていたのが、緊張はどうしてもしてしまうので、もうどんな場面でも、もう答えは一つに絞って、一貫性のある答えにしていたということです。以上で私の行政事務の仕事についての説明を終わりますが、少しでも参考にしていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。